はい。皆さんこんばんは。こんばんはというか、もう朝なんですが。現在、5時の、25分でございますけども、ですね、酒好きな、新潟人の医師と、今回は、ウイスキーです。なんか最近ね、出回ってるんですが、サントリーの、角瓶のですね、復刻版というのが出てまして、これをですね、買ってきたんですが、これ実は最近にも売られてるんですが、俺、半年前ぐらいに買ったやつがこれなんですけど、なんか、最近も売ってるみたいですね。で、ずっと飲んでなくて、ずっと放置してあったんです。で、これ容量がですね、少なくて、こちら、普通のサントリーの角瓶もあるんですが、でかさが全然違うんです、ほら。で、これがね、容量は 450ml。そして、アルコール度数が43%と、度数が3%高い。ですね。普通の角瓶に比べてね。はい。ということで、味を比べていこうと思います。原材料がモルトとグレーンとなってます。原材料は買わないですね。どっちもね、モルトとグレーンとなってます。まあ、レトロチックなね、ちょっとね、感じになってますけども、まあ、問題は、まあ、うまいのかっていうか、ストレートでね、飲んでもね、多分、あんまりわからないと思う。だけど、まあ、とりあえずストレートで飲まないと、ウイスキーは基本的にストレートで飲んで、まあ、とりあえず普通のね、角瓶飲みます。乾杯。角瓶はね、ストレートで飲むとね、非常にまずい。まずいっていうか飲みにくい。もうすっごいアルコール臭がすごいするんですよね。アルコール臭が。とにかく。口にね、ブワーッと広がる。このアルコール臭。っていうのが。まあ、ちなみにこれ録画して思ったんですが、これ多分ストレートで飲み比べても多分、両方角瓶なんで多分まずいっていうことで、どうしようもなくなったらもこの動画もう一回削除して、もう一回撮り直して、ハイボールで飲み比べした方がいいです。と思います、多分。まずいな、やっぱまずい。まずいっていうかね、サントリーのこの角瓶はね、非常にスコッチの味を非常に似てる。で、スコッチのね、に比べると、非常に似てるんだけど、やっぱりスコッチよか、飲みにくいスコッチって感じかな。アルコール臭の強いスコッチっていう感じはするんですよね。多分。アルコールの味が本当に強い。まあでも度数がさ、結局さ、こっちの方が高いわけでしょ。度数が。高いんだったら、下手すればこっちの方が多分度数が高いから、アルコール臭も強いんじゃないかと思うんですけど、ネットで見る限り、サントリーの角瓶に比べると、これそういえば値段いくらだったっけ？サントリーのこの角瓶、これね、復刻版確か、
普通に千、いくら ?1500 円ぐらいしてなかったっけ ?1200、300円したよ。多分こっちとこっち同じなんですよ。値段が。容量が少ないのにこっちの方が。多分同じぐらいの値段か。もしくは下手したら1300円ぐらいで。角瓶が多分1200円ぐらいなんですよ。普通。1300円ぐらいしたんじゃないかな。下手をすれば。うん。まずいっつうか。アルコール臭が。しかしないレベル。もはや。アルコール臭がひどいね。とりあえず、飲み比べて、見ましょう。乾杯。なんか違うな。なんかスモーキーだぞ、これ。ん?お、すげえスモーキーだ。なんだこれは。あれ?サントリーまさか。まさか。スモーキー路線に変更したのか。いや、角瓶、屈刻版だからな。めっちゃスモーキーな香りがする。あ、スモーキー。これはまさかのスモーキーフレーバー。俺の大好きなフレーバーじゃないですか。角瓶復刻版。復刻版でググってみると。え、めっちゃスモーキー。しかも43度とは思えないほど、アルコール臭がしない。あれ?なんでこんなしないんだ?アルコール臭。あれ?度数こっちの方が高いはずなのに、全然スモーキーな、香りしないです。あれ?どうなってんだ?ん?あれ?普通にうめえぞ、これ。え?あ、これのね、フルボトルもあるみたいです。700ml のボトルだと、値段が1700円ぐらいするらしい。普通のやつと500円ぐらい違うらしいです。あ、でも、うん、まあ、うん。まあ、でも、うん。まあ、ブラックニッカリッチブレンドじゃねえや。なんだ、ディープブレンドに比べると、ちょっと深さがないかな。ってのと、まあ、値段が、まあ、500円ぐらい高いかな、とは思うんですけど、まあ、角瓶にしては、あれだ、よくやってるんじゃないか、これ。うん。あ。すごい、サントリーにしたらすっごいスモーキー。サントリーってスモーキーな、ウイスキーってほぼないんだけど。あの、竹鶴の、竹鶴茶は、山崎のノンエイジー飲んだことあるけど、あれも全然スモーキーじゃないんだよね。スモーキーさって言ったら日課なんだよ。サントリーで唯一ここまでスモーキーなのは、すごいな。うん。これね、驚くべきことに、結構すごい。何がすごいかって、これ、
これは、アイラモルトのヨードコーンに似てる。ちょっと塩の香りがするような、ボーモアとかの味に非常に似てる。非常に似てます。何これ？あれ、なんか、やけに美味しいぞ、これ。まさかの、ほとんど変わんねえとか、思ってた、だけど、全然違う。なんだこれ、別物じゃねえか。すげえ、ヨード香がする。確かに、今ブログで読んでるんですけど、ヨードの匂いが真っ先に入ってくるサントリー銘柄初めてですって書いてあります。どっかの、誰かのね、あれなんですけど、その受け売りなんですが、すごい。これは確かに、言われてみれば確かにすごい。スモーキーな上に、やっぱりヨードのっていうのが、これってヨードなのか。いわゆる、せいろがんの香りがする。俺の中でヨード香っていうのは、せいろがんっていうのと同義なんで。せいろがんの香りするわ。なんでこんな角瓶の初代復刻版？こんな美味しいんだ。ってなるともう今の角瓶ってどんなゴミなんだよっていう話になってくるんですけど。あららららららら。美味しい。普通に美味しい。普通に美味しいぞ、これ。サントリーって、全然美味しくないイメージしかないんだけど。あれ？これ美味しいぞ、普通に。若干、でも度数が43度だからやっぱ仕方ないのかはわかんないけど。ちょっと喉に痛い感じもするけど、ちょっと、ストレートはちょっとあれかもしんないけど。ちょっと水割りとかにすれば全然すごい美味しいですね。ちょっと悔しいですけど、美味しいとしか言えないのが、サントリーで、スモーキーなサントリーって俺聞いたことないな。かなりボーモアに近い匂いがする。確かに。すごい。サントリーでボーモアの匂いなんとは考えてもいなかったな。せめて日課ウイスキーのね、ホワイト、ピュアモルトホワイト。でもピュアモルトホワイトの方が全然美味しいですけど、これはピュアモルトホワイトに、ちょっとアルコール臭をプラスしたというか、アルコールのその、飲んだ時の、飲んだ時のアルコールっていうか、そのウイスキー飲んだ時のこうピリピリ感っていうのが、ちょっとやっぱ強いですね。それで、そうですね。ちょっと強い。でも、それ以外で行くと、ほとんど味は、ピュアモルトホワイトに非常に近いんで、結果として、ボーモアに近い
ですね。あ、これはすごい。あら。あららららららら。あ、これおかしいな。ん？マジでちょっとここまであれ、美味しいと思わなかったな。これは水割りかロックで飲んだ方が美味しいと思いますけどね。ただ、まあ、ちょっとストレートはちょっと厳しいものがあるっていうこともないもんね。ちょっときついね。ちょっとピリッとくるもんね。喉が痛いもんね。初号ブラック日課とか、違う、初号ブラック日課に比べてもやっぱり明らかに、初号ブラック日課よりかこっちの方が美味しいな。あの復刻版でほらブラック日課も出てるじゃないですか。それで比べてもう初号ブラック日課もうまいと思ったけど、あっちはまあスモーキーな、割とスモーキーではあるんだけど、アイラの海のその塩の香りみたいなのはしないんですよね。でもちゃんとこっちはするしな。あれ、でもすごいな、これな。案外すごいぞ。あれさ、なんで？逆に考えてみてもすごいぞ、これ。なんでお前角瓶、今の角瓶、ゴミみたいな、ストレートで飲んだら、めっちゃまずいんだ。ん？すごい、全然美味しい。全然美味しい、これ、角瓶の。初号、初号復刻版。全然美味しい。どうなってんだ、これは。え、普通にめっちゃうまい。まあ、めっちゃうまいっていうか、まあ、でも値段としてはこっちとこっち同じなんですよ。値段が1200円ぐらい。容量が違う。450ml と 750ml だから、250ml 違う。250ml 違うってことは、1.5 倍以上なのか。これの 1.5 倍以上。の容量差があるってことで考えると、まあその価格帯の違いがわかると思うんですけど、まあ、まあでも、まあ日課のピュアモルトホワイトと同じぐらいの価格でもないのか、違うな。ああ、でもそうか。ああ、確かにピュアモルトホワイトは、500ml 1800円ぐらいだから、700ml 換算でいくと、ああ、やっぱそんなもんなのか。あ、これはうまい。あの、ピュアモルトホワイトと、の中間ですね。いわゆる、ピュアモルトホワイトに手が出ないけど、もう終売だけどね、ぶっちゃけて言うとね。終売だけど、もう手に入らないから、安いこっちを買うみたいな。いう意味で、これはすごいな。あら。あれ、サントリーここに来て、すごいなんか、急になんか、すごいことになったな。あら。え、なんでこんなに、復刻版？復刻版ってことはお前、昔これで売ってたってこと？どんだけまずくなってんだよ、おい。今の角瓶お前どんだけまずくなってんだよ。
で、これはちょっと価格帯からしてもちょっとかなり、1200円で 450ml でしょ。まあ、ピュアモルトホワイトよりかは安いのは間違いないとしても。まあ、ピュアモルトホワイトの方が美味しいんだけど。それでもまあ、やっぱり、コスパとしては非常に高い。高いっすね。5つ星つけるか迷うんだけど。まあ、まあ迷ってるってことだ。じゃあ、ピュアモルトホワイト1600円ぐらいだったな、そういえばな。500ml 1600円ぐらいだから、まあ、うん、まあそんなもんか。まあ、これは、うん。まあ、迷ってるぐらいだから、まだあれだね。うん。まだ四つ星圏内かな。でも、これは非常に美味しいですね。うん。4、2、4、4、です。ご視聴ありがとうございました。